はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、免許替えについて解説いたします。この免許替えを理解する上で、免許の種類について分かっていないと、ちょっとこれ今から解説する内容分からないと思うんですね。なので免許の種類についての動画別途ありますので、まあ、そちら先にご確認いただければと思います。で、まあ、免許の種類って何なのかというと、その宅建業者が誰の免許を受けなければいけないのかっていうところです。これが分かっていないと、まあ、今回の話が分からないということなんですね。で、今回お話しする免許替えっていうのはどういった内容かっていうと、事務所を変更することによって免許権者が変更となる。こういった場合、免許替えっていう手続きを行ってくださいねっていう話です。まず事務所の変更って何かというと、例えば事務所を廃止したりとか、もしくは事務所を新しく新設したりとか、新しく作るってことですね。まあそういった場合、免許権者が変わる場合があるんですね。こういった免許権者が変わる場合っていうのは、免許替えという手続きを行ってくださいねっていうのが今回の内容で、パターンとしては 1,2,3 の3パターンあります。で、3パターンお話しした後、最後に、免許替えをすることによってどんな効果があるのかというところをお話しさせていただきます。まず、免許替えのパターン1ですね。一つ目のパターンっていうのは、もともと国土交通大臣の免許を持っていて、その後、知事免許になる場合の話をさせていただきます。例えば、国土交通大臣免許を持っているっていうことは、まあ、2つ以上の都道府県に事務所がある場合ですよね。例えば東京都と千葉県にそれぞれ事務所がありましたと。こういった場合は国土交通大臣の免許を持っています。ここで東京都の事務所を廃止しましたと。で、そうすると千葉県のみになりますよね。千葉県のみになるってことは、これは千葉県知事の免許を受けなければなりません。つまり国土交通大臣免許から千葉県知事免許に変えないといけない。これが免許替えですね。じゃあこの場合どういった手続きが必要なのかというと、直接新しい知事に免許替えの申請を行います。つまりこの場合は千葉県知事に直接免許替えの申請を行うんですね。まずこれ頭に入れておきましょう。で、二つ目のパターンいきますね。二つ目のパターンは、知事免許から別の知事免許になるといった場合です。例えば、もともと神奈川県に事務所がありましたと。まあ、これ一つしかないですけども、二つあってもいいですよ。三つあってもいいです。とりあえず、神奈川県内にのみ事務所があると。この場合、神奈川県知事免許が必要ですよね。まあ、神奈川県知事免許を持っていました。で、ここから神奈川県の事務所を廃止して、千葉県に事務所を移転させましょうと。こういった場合、神奈川県知事免許から千葉県知事免許に免許替えをしなければいけないんですけれども、じゃあ手続きはどうなのかというと、直接新しい知事に免許替えの申請を行います。つまり、ここで言う新しい知事って誰かというと、千葉県知事ですよね。つまり、千葉県知事に直接免許替えの申請を行います。つまり、1番、2番、まとめて考えると、知事免許に免許替えをする場合、つまり、新しい免許権者が知事になる場合っていうのは、その新しい免許権者である知事に対して直接申請するんだよ、っていう話なんですね。これまとめて頭に入れておくと分かりやすいです。新しい免許権者、どちらも千葉県知事免許ですよね。だから千葉県知事が新しい免許権者になります。だから千葉県知事に直接免許替えの申請をするんだよっていう話ですね。で、三つ目のパターン。三つ目のパターンは、まあ、1の逆ですね。知事免許から大臣免許に変わる場合。例えば、もともと千葉県にのみ事務所がありましたと。で、ここから東京にも事務所を構えますよと。で、そうすると、東京都と千葉県、二つの都道府県にわたって事務所があるわけだから、国土交通大臣免許に変えなければいけない。つまり免許替えが必要ってことですね。じゃあ、この場合、どのような手続きになるのかというと、これは本店を管轄する知事を経由して、国土交通大臣に免許替えを申請します。免許替えの申請先っていうのは国土交通大臣なんですけれども、窓口となるのは
本店を管轄する知事なんですね。まあ言い換えたら主たる事務所を管轄する、主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して国土交通大臣に免許外の申請をします。つまりこの図で言うと本店は東京都にありますので、東京都知事を経由して国土交通大臣に対して免許外の申請をするということですね。つまり国土交通大臣免許になる場合っていうのは、直接大臣に免許申請をするんじゃなくて、本店を管轄する知事を経由するんだってところがポイントになってきます。なのでこの3つのパターンしっかり頭に入れておきましょう。もう1回聞いただけでおそらくですね、初めて勉強される方頭に入らないと思うので、まあ、何回か見ながらですね勉強していただければと思います。で最後ですね、最後にじゃあ免許外をしたらどうなるのかというところをお伝えします。まず免許外をすることによって従前の免許は失効します。つまり昔の免許、この免許ですね、左側が昔の免許でこっちが新しい免許ですよね。だから昔のこの免許っていうのは全て失効します。効力なくなるんですね、免許外をすることによって。つまりこの新しい免許をもらうわけじゃないですか。新しい免許をもらったら昔の免許の効力っていうのはなくなりますよということですね。でもう一つ効果があって、それは有効期間は新たに5年です。有効期間は新たに5年、つまり新しい免許を受けるじゃないですか。新しい免許を受けたら免許を受けてから5年間有効期間になるよってことです。言い換えると昔の免許の有効期間引き継ぎませんって話なんですよ。これも重要です。例えばこの国土交通大臣免許5年ですよね。まあ、全て5年なんですけども、有効期間5年なんですけども、3年経過した時に免許外をしましたと。そうすると残り2年残ってるから、じゃあ千葉県知事免許は残り2年になるかって言ったらそうじゃなくって、新しい免許を受けてからさらに5年になるよっていう話です。これもポイントですね。まあ、これ1番で書いてあるんですけど、これ違いますね。これが1番、2番ですね。ここの2つがポイントとなってきますので、ここもしっかり頭に入れていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講者の中でも中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ、この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい、もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実力アップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。